はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。さあ、今回は選択チャレンジね、頂上決戦の選択チャレンジやっていきます。ボタンを押してますが、ベーアハンネさん、先生取ったね。先生非常に大事。おテリーいいっすよ。テリーがいいというか、このアテナがね弱いんで、クラークとバネッサはねこれ迷うな、ほんまに。クラークとバネッサ、まあクラークかな、バネッサでもいいんですけど、熱室のキャラがねどれだけ出るかにもよるんで、まあ、早速 K ダッシュ渡してますけどね。リンとアーデルか、先生こっちか。あーこれリンは熱室キャラなんであんまり渡したくないんですよね。ロバートとテリー、全滅を狙いたいね、やっぱ。あ、ハオマルや、ハオマルで嫌がらせしていきたい。全滅狙うならもうアーデルハイドとクラークは控えで出して、あクリザリッドもおるな、これめちゃくちゃ全滅パーティーやね、控えが。全滅を狙うようなキャラしかいない、控え。ってことでこういう感じでいこうかな。これで、あーテリーか、やっぱテリー嫌やな。テリーはあのバフがあるからね、味方やられていくと、HP 回復したりするバフが結構強いんで。あこれアテナそのまま来ましたね。アテナそのまま来て、おちょいやられたよ、ちょいやられたんで、クリザリッドいっとく？オロチか、どっちがいいかな。オロチやな、ここはオロチ、オロチ行きましょう。テリー前にして、うわー旋風ここで出ない、ここの方が肝心なんよね。テリー怒りダウンしたけど、回収はハオマルかな、これでも結局今ので怒り回復してるよね。バスターウーフ打たれる前に、いやここはもうこっちやね、リンやね、リンは必殺耐性怖いから打っとこ、叩いとこ。バスターウーフは打ってくるか。今のハオーマルが旋風あの出ると思ってオロチ出したんですよね。出てくれって感じで、っていうかこれクラウザゲージ溜まってるんちゃうの、クラウザリン溜まってないんかな。あークラウザ溜まるよね、そうか、結構減った、リンは溜まってなさそう。おいいね、いい感じいい感じ、よしよしよし、いい感じ。ブリッツボール、うん、これいい感じですよほんまに。ここねクリザリッド、クリザリッド捨てよう、これでいこう、これでいきます。あ旋風よえ、旋風出てくれ。クリザリッド捨ててティフォンレイジ、よしこれでもう全滅スタンバイですね。こっちもアーデルハイドいるしね。これクリザリッドやられたらもう、あ打つの、打ったらもう僕全滅取ったよこれ。打つと全滅なんですよここは、逆に言うと。うん、これでも、アーデルハイドいるからね、これで勝ちましたね。さっきクラーク打って、うんアーデル打って、今の調整されたら逆に全滅はやばかったんですけど、もうクリザリッドはおとりなんで完璧に倒してくれっていう感じで出したんで、まあここでリンを打っちゃうと、もうほぼ全滅確定ですね。はい、では頂上決戦の続きやっていきます。今回は選択チャレ、松光さんね、先生取ったね、先生取れるのはいいっすよ。シンゴ、さあシンゴ取って、これはシャンフェイやね、リーシャンフェイ、おおいいね、暴走は、暴走は非常に強い。来たアーデル、結構いい感じ、キャラはマキだけやめてほしい、ほんまに。マキ以外ならもう何でもいい、何でもいいというかね、まああのできれば、あー熱室強かそっちか、熱室強はあれやね、暴走出されへんな。ユリ捨ててこうかな、これでユリ捨ててギース出してって感じ。ユリ捨てることないかこれ、むしろこれでいいわ、これでいきましょうか。で量やられたらギース出しましょう。まあ、ハオーマルとシンゴ置いてたらさすがにスキル出るやろ、どっちか。暴走出さなくても怒りダウン持ってるんで。お、熱突き置いてこないね。お、ハオーマルいいっすよ。初ターンに出るのめっちゃいい。さあ、旋風烈斬。ちょいこのまま来ましたね。こっちもこのまま行こうかな。このまま行って、ハオーマルかシンゴ。よしよし、いいね。両方出てるやん。素晴らしいね。ここは、こうか。こうやね。旋風烈弾で回収しといて、このシェンの怒り下げよう。次ハオマル打てるんでね、こうしたら。さあ何を出してくるか、うん調整ね。
これね、ウィップはね、有利に飛んでくるんですよね。だからここは、こっちも調整します。そうそうそう。ベニマルがでもゲージ溜まってるか。ゼロきた。ウィップはゼロから。ウィップは有利ですね。うん。でベニマルは溜まってないか。いや溜まってるんじゃない。使わんだけかもしらん。シェンはどこかな。うんうん、いいね。結構いい感じかな今んとこ。ギース出しとこか。ギース。いやギースか。でもギースしかいないか。アーデルハイドとか出したいけど、いやアーデルやな、ここは。せやアーデルや。こう行こう。こう行きます。ユリでこのビップを倒せば、アーデルがチェンに飛ぶ可能性高いんで出しました。さあ飛べ後ろ。よし、いいねいいね、完璧完璧、流れ完璧っすよ今。そしてハオマルはまだ温存しよう。おー、アーデル強え。あの硬いゼロゼロに対してスキルのクリティカルがわけわからんぐらいダメージ取った。あー、パオか、いいキャラ出すな。チェンに入ったもんな今。チェンに入りましたよ。これもユリ前に出します。ユリ倒してもらいましょう。天下風神座まだ使わなくていいね。こう行こう。怒りダウン。このチェンがスキル出たらユリは倒れますね。チェンスキル、あー、チェンスキル出ないのか。うわ、マジか。マジっすかこれ。ちょっとやばいぞこれ。逆にやばいぞ。天下風神山使って、ユリも使って、ここはシェンを倒しに行きたい。シェンはあれかな、あのパオの復活するかな。これどう。お、しない。マジでパオの復活なかったかな今。あ、ないね。うお、これは運にも恵まれてるわ。 60% やねんけどね、パオの復活率は。シェルミ来た。ゼロ打ってきた。シェルミは使わない。もうこれ、あーギリギリ。こういっとこう、こういっときます。で、ここは使わんでいいか。信号このゼロは一応ね生かしとこう、まあ、これは全滅取れないでしょう。もう向こうの人は全滅取れなかった時点でもう勝てるんで、こっちは暴走もギースもいるから。うん、熱室強ね。シェルミフラッシュ。あーでもあれか、ベニマル打てるんか。ベニマルが打てるのか。まあそれでも全滅は無理やな。あれ、ベニマルまだ打たれへんの。まだ打てない。そしたらもういけますね。シャンフェイギースでこれで全部パー。暴走から、うん、他はもうネスツ強倒しましょうか。ネスツ強倒して、センプレスさんはベニマル。こんな感じかな。こうっすね。まあ、これはアーデルハイドのおかげやな。あと運に恵まれましたね。シェンが復活しなかったり。シェンがあれ復活するもんやと思ってたから 60% なんで、まあ、それも回避したんで、いけましたね。さあでは今回ちょうど決戦ね、選択チャラやっていきます。ライダーカリスさん、かっこいい名前やな。ライダーカリス、カスミとテリー。ライダーカリスってなんかのあれかな、キャラ名とか。チズルチョイか、両方全体やな。チズルでいいか。チズル取って、あーこれねむずいな。ハオマルとセスは、ハオマルか。セスとハオマルね、硬さはセスなんですけどね、やっぱり旋風烈弾がある分ハオマル取りました。さあ向こうはセスと、UR アテナね。セスとアテナ、先生こっち。怒り下げのキャラいなかったよね。シンゴおったかな。なんかシンゴおったようにも見えたけど。チズル出しとこ。チズルと、霞置いとこか。ここに防御キャラが少ないな。あ、シンゴいないね。シンゴがいたように 見えたけど、気のせいやったかな。さあ、ネームレスのスキル強い。アテナ、これゲージ溜まってないですよ。霞で一発目に、怒り回復速度下げてるんで。で、ここはね、霞前にして、こう行こう。お、旋風烈弾出てくれた。マジか。素晴らしい。次、チズルと霞打てますね。城前。チャンコーハンの復活なかったら全滅も狙えるんですけどね。回復されたわ。まあ、チャンコーハンでも復活する可能性あるから、これはもう全滅を狙っていくのは危険っすね。順当に行った方が良さそう。チズルからの、霞と
さあ、かすみも打っていく。っていうか、覇王丸スキル率 100% や、今。めっちゃいい。スキル率が 100%。しかもこれ、ネームレスと覇王丸ゲージ溜まってますよ。うん、ちゃん。ここはもう、ジョーを倒していこうかな。ジョーを倒して。いや、もう一回これ、こういこうか。ああ、そうか。これ、でも倒すわ。このジョー倒してまうな、螺旋打ったら。倒してまうから、螺旋じゃないです。調整してもね、倒すんで、むしろチャン倒してもいいかな。復活がしそうな時点で、あんまりね、調整しにくいんですけど、まあもうちょいでも調整しよう。こういこう。こういって、じわじわ削っていくっていう感じ。あ、オロチヤシロ来た。オロチヤシロ来たらもうこっちはいかなあかんな。霞は、よし、チズルのめまいは全然いいんですよ。チズルのめまいはいいんですが、あー、チズル生きてる。これあかんわ、カスミ打つとアテナ倒してまうわ。あかんわ。そしたら天下封じになると、天下封じなので固定ダメ取っていこう。こういこう。うん、さあ旋風烈弾いいね。チズルはもうやられてもらいましょう。チズルやられて次どこ叩きに来るかですね。カスミ来るんか、そのまま。あ、そのままカスミ来た。カスミやられた。チャンがやっぱ厄介やな。全滅じゃない。復活ね、する可能性あるんで、ここはだから、一旦これで、テリーでチャンだけ倒そう。一旦チャンだけ倒します。どう？あー、した、復活。復活する方がいいんじゃないこれ、むしろ。復活するともう、あとは全滅狙えるからね。こうなってくると。ブライアン前ですね。ブライアンタックル。ブライアンの HP どれぐらいあったかな？ブライアン、あ、結構あるな。まだ調整できるね、それやったら。こういこう。こういって、旋風烈弾。あー、テリー前でもよかったかな。テリーちゃんはネームレス。アテナ溜まってた。これテリーは使えるんですが、あー、そうか、ネームレス溜めてる方が良かったな、やっぱり。テリー使ってもなって感じやもんね。そうか。これね、ネームレスがスキル出なかったら、あれなんですよね、ブライアン。あー、出るわ、スキル。ブライアン調整したかったけどね、これ倒してまうでしょ、絶対。ほら。これか、こうなるか。うわー、これは、やばいな。ハオマル前に出してもうてる。セスか。これ、あれで勝たれへんかな。やめて、負けるやめて。うわー、負けた。あの、あれで、時間切れで勝たれへんかな。今9ターンでしょ。そしたら、そうやね、時間切れ狙うんやったら、クリス一発出しとこうかな。こういって。クリスこういっとこう。で、クリスは、使う。で、ネームレスここ使うと、アテナ倒すんでまだ使わない。最後の10ターン目に一気に行く感じ。作戦としては。で、これ次10ターンなんで、このまま行きましょう。このまま行ってもネームレス耐えるんで。よし、旋風出てる。いいね。で、旋風烈弾で下げて。あれ？これ10ターン？ちょっと待って、これ10ターン。あー、やってもうた。マジでやってもうた。逆や。うわー、全部っぽやった。ここが10ターンやった。何してんねんって感じやね、これ。ああ、めっちゃやってもうたわ。めちゃくちゃやってもうた、マジで。逆やと思った。しかもネームレスやられてるし。ああ、何してるか分からへんよ、これ。何のために調整してたんか分からへんね。